渋谷暴動事件。事件の概要。1971年11月14日、東京都渋谷区で、革命的共産主義者同盟全国委員会、いわゆる中核派による、凶悪テロ事件が発生。この凶悪テロ事件で、暴動鎮圧任務を受けていた、新潟県警機動隊員の、中村恒夫巡査が、鉄パイクで殴られ、その後火炎瓶で燃やされ、殉職した。警視庁公安部は、渋谷暴動事件の主犯格5人を逮捕したが、残りの1人、大阪正明は逃亡。その後、46年間もの間、逃亡生活を続けた。事件の経緯。1971年11月、国会で、沖縄返還協定批准の審議が行われていた。これに対し、社会党や共産党、中核派など、極左暴力集団は、米軍が駐留を続けることになっており、沖縄返還は反対と、反対運動を起こした。11月10日、沖縄で批准阻止の、ゼネラルストライキが行われ、琉球警察の巡査部長が焼死するなど、激しい闘争に発展した。中核派は、11月14日、渋谷宮下公園で、全国総結集、東京大暴動闘争と称する、集会という名のテロを画策。中核派全学連委員長が、火炎瓶、鉄パイプはもちろん、爆弾など、あらゆる武器を使い、首都に内乱暴動を巻き起こせ、権力の手先である機動隊は、徹底的に殲滅せよなどと、寝ぼけた扇動演説を展開。中核派機関紙、前進で、渋谷に大暴動をと、武装蜂起を扇動した。このため、警視庁は佐藤栄作首相の訪米阻止闘争以来、2年ぶりに、最高警備本部を設置。他県からの応援も含め、延べ1万2000人の警察官を動員。厳重警戒に当たった。東京都公安委員会から、百貨店や商店に対して、休業を要請。5つの百貨店は、全店休業を決定。歩行者天国は中止となった。午後2時5分頃、中核派は京王線上北沢駅の上北沢駅前交番と、京王線仙川駅、井の頭線新仙駅を、火炎瓶で襲撃。渋谷では、宮下公園の集会、デモ申請が不許可となり、大盾を構えた機動隊員や、私服警官らによる、厳戒態勢が取られていたが、中核派の学生らは、スーツ姿で群衆に紛れ、渋谷駅周辺の喫茶店などに集結。午後3時頃から、突如白ヘルメットをかぶり、機動隊や渋谷駅前派出所、火炎瓶などで襲撃。渋谷区神山町の神山派出所周辺では、関東管区機動隊、新潟中央小隊27人が警備。そこに、中核派の学生ら約150人が、一斉に火炎瓶を投げ、これを襲撃した。襲撃を受けた小隊は、火炎瓶の炎を浴びた隊員が転げ回り、その火を同僚が消火器で消し止めるという状態になり、一時交代を余儀なくされた。ガス筒発射器を装備した隊員2人が、小隊の最後尾にとどまり、交代を支援しようとした。うち1人は、所持していた3発のガス弾を撃ち尽くしてから、脇道を走って逃れることができたが、もう一人の中村恒夫巡査、当時21歳は、殺せ、殺せ、と叫ぶ中核派に取り囲まれ、鉄パイプで乱打され、失神状態に陥った。中核派は、さらに中村巡査にガソリンをかけた上、投げろという号令を合図に、火炎瓶を次々と投擲。立ち上がった火柱の高さは、5メートルにもなったという。事件現場では、
大坂正明が、殺せ、殺せ、と怒号を上げていたことが、後の星野文明の裁判で、確定判決として認定。星野文明の控訴審では、5点にわたって供述を訂正しており、その際、取り調べが厳しく、記憶にないことを言った。訂正するつもりで出廷したと証言。その際、供述調書で、大坂が、殺せ、殺せと、異様な声で叫んでいたとあったが、後半で、誰の声かわかりませんでしたと訂正。この時の状況を、犯人の一人は、あの日、部隊長は、鉄砲を持った機動隊員が、我々学生に捕まるや、殺せ、殺せ、と叫び続けた。私は、よし殺してやろうと思い、近づくと、機動隊員は、米屋のシャッターに押し付けられ、数人の学生に、鉄パイプで乱打されている最中で、間もなく膝がガクッとしたかと思うと、崩れるように、うずくまってしまった。部隊長は、機動隊員を道路中央まで引きずり出し、うつ伏せにした機動隊員の上に馬乗りになり、さらに、殺せ、殺せ、と叫び、機動隊員の襟をつかみ、肩口から火炎瓶の油を注ぎ始めた。機動隊員の背中は、みるみる油漬けになっていく。部隊長の、早く殺せとの命令で、自分はついに、機動隊員の頭部をめがけて、火炎瓶を投げつけた。あっという間もなく、機動隊員は火だるまになってしまった、と供述した。体勢を立て直した隊員らが戻ると、中村巡査は、真っ黒になり、うずくまっていた。顔の識別が難しいほど、全身やけどを負った中村巡査は、15日21時25分、死亡が確認された。急遽、佐渡島から上京した中村巡査の父は、日本は法治国家です。学生の暴力を取り締まる警察の務めを、息子は立派に果たしたと思っています。言論は自由だが、こういう暴力は絶対に許せない。息子は無口な子でした。しかし、警察官を選ぶときは、はっきり私に言いました。それだけに、と語った。体の一部が、炭化するほど激しく損傷していたため、母親には、対面させられなかった。現場道路のアスファルトは、変色しており、火星の凄まじさを、物語っていた。中核派は、中村巡査の他にも、新潟県警機動隊員3人に、同様の暴力を繰り返し、全治2週間から、治癒期間不明の熱傷等の重傷を負わせた。テロ活動家には、女性テロ要員もおり、犯行後、マスクと軍手を外し、ジーパンを脱ぎ捨てて、下に履いていたミニスカートで逃走するなど、捜査が及ばないよう、あらかじめ周到な準備を行っていた。1971年11月22日、中核派は帰還し、前進で、350の正規軍は、歓声を上げて突撃した。数十発の火炎瓶が、鋭い轟音を上げて炸裂。パッパッと、赤い炎が機動隊を包み、富沢小隊は、我先に逃げ出した。機動隊が見捨てた、神山町交番は、数発の火炎瓶で、一瞬のうちに炎に包まれ、全焼した。機動隊は盾を捨て、炎を背につけたまま、先を争うように、渋谷方向に逃げようとした。勝負は決まった。正規軍は機動隊に追いつき、再度火炎瓶を集中し、多数を火だるまにした。ガス銃を振り回し、民家に飛び込んで、逃げようとする機動隊員を、情け容赦なく、道路中央に引きずり出し、転倒した機動隊を、正規軍は積年の恨みを込めて、泥靴で踏みつぶし、十数発の火炎瓶をぶち込んだ。ついにやった。
我々の同志を殺し続けてきた権力の番犬を、しかもあの憎むべきガス銃の射手を殲滅したのだ。粉砕した機動隊を無慈悲に踏みつけ、唾を吐きかけて正規軍は威風堂々と渋谷へ向かった、などと虐殺行為を称賛するような気の触れたような記事を発表した。中村巡査の兄は、聴聞に訪れた警察庁長官、後藤田正治に対し、誰が悪かったのでしょう。弟を虫けらのように扱った学生は許せない。でも、学生の暴徒化は予想できたはず。どこかで折り合いをつけられなかったのかと尋ねた。中村巡査は少子で殉職後、2階級特進し、警部補となった。渋谷の商店街は、自警団を組織し、若い店員が店を警備したが、中核派は自警団をも、反革命分子と位置づけ、襲撃対象とした。午後4時45分頃、渋谷区道玄坂の喫茶店、ブラジルでは、中核派活動家が、防護用のベニヤ板を剥がし、窓ガラスを下馬棒で破壊。止めようとした店員、当時21歳を、中核派活動家が、下馬棒で滅多打ちにし、店員は、首を4針縫う、大怪我を負った。助けようとした、近くの店員2人も、頭などを殴られ、軽傷を負った。ベニヤ板は、路上に集められ、商店主たちの防護柵を、嘲笑うかのように、火を放つという、気違い行為に及んだ。桜ヶ丘町の国道246号線では、中核派活動家、約1000人が、商店街の防護用のドラム缶や、工事現場から、ベルトコンベヤーを盗み出し、幅15メートルの道路に、バリケードを築いた。警察施設12箇所、公共施設2箇所、民家15軒が、火炎瓶や投石の被害を受け、十数名の民間人が負傷した。午後2時20分頃、池袋駅山手線ホームで、中核派学生約100人が竹竿を持ち、渋谷方面に向かおうとしたのを、警視庁機動隊員が見つけ、検問しようとしたところ、到着した山手線の車両内に逃げ込み、弾みで、カバンに隠し持っていた火炎瓶が、車内の肘掛けに当たり暴発。乗客5人と、中核派4人が火傷し、重軽傷を負ったが、デモに参加していた女性労働者、当時27歳は、機動隊員が蹴飛ばした火炎瓶の炎を浴び、全身 35% の火傷を受け、病院で手当てを受けたが、急性肺炎と急性心不全を併発し、11月27日に死亡。なお、負傷した一般乗客に対しては、国鉄から見舞い金が渡された。事件の背景、テロ組織、中核派が、今回の事件で渋谷を選んだのは、渋谷は、周辺の街路が複雑で、警備がしにくい。鉄道の結節点で、便が良いため、活動家が集結しやすい。結節点のため、交通混乱を起こすのも容易。ガソリンスタンドや、工事現場が多く、武器が手に入りやすい。などの理由が、挙げられている。また、今回の渋谷暴動事件は、沖縄返還協定の、批准反対が目的ではなく、単に、大規模暴動を起こすことが目的で、大規模暴動を引き起こさなければ、中核派を維持できないという事情だった。東京教育大学生リンチ殺人事件の後、中核派幹部が大量検挙され、その間際をついて、反帝学生評議会や、核丸派が中核派の組織を分断しながら、勢力を伸ばした。極左暴力集団が、四分五裂した結果、集団全体の闘争力が低下。
こうした状況を打開するため、他派に先駆けて大規模暴動を起こすことで、若者に中核派の行動力に魅力を感じさせ、活動家の獲得を狙うという、寝ぼけた妄想からの強行だった。そもそも分裂の原因も、マルクス・レーニン主義、共産主義の解釈、情勢展望、闘争戦術など、最もらしい争点を挙げているが、実態は、次元の低い人脈的権力闘争に過ぎず、街頭闘争が盛んな時は、内下場が減り、少なくなれば、内下場が増えるため、街頭闘争と内下場は、組織維持の手段に過ぎない。捜査、被疑者の逮捕。警視庁は、渋谷地区で309人を、現行犯逮捕した。中村警部補の小殺事件については、公安部に、特別捜査本部を設置。捜査を進め、42人を検挙した。また、1971年12月24日、中核派反戦のリーダーを割り出し、中核派高等反戦のリーダーら男5人を、狂気準備集合、公務執行妨害、傷害、放火の疑いで逮捕。1972年1月19日、中核派中部反戦活動家の女ら、男女3人を、狂気準備集合、放火、傷害などの疑いで逮捕。1972年2月2日、中核派群馬軍団の、高崎経済大学4年、奥宮山幸男ら、男女学生7人を、狂気準備集合、傷害、放火などの疑いで逮捕。奥宮山らのグループが、群馬軍団として、今回の襲撃の先頭に立ち、中村警部補殺害にも、深く関与していたと見られた。1972年2月21日、奥宮山幸男ら3名を、中村警部補殺害の疑いで再逮捕。星野文明と、千葉工業大学生の、大阪正明を、殺人の疑いで、全国に指名手配した。警視庁公安部の捜査や、容疑者の供述から、星野が、軍団の総指揮者であることが分かった。11月14日、中核派活動家150人は、国電中野駅ホームに集合し、星野が軍団の編成をした。星野は新宿駅などで、機動隊を殲滅せよと、土地狂った演説を展開。その後、代々木八幡駅で下車し、星野、大阪、奥宮山と、少年二人が先頭に立ち、神山派出場襲撃。逃げ遅れた、中村警部補、星野らが鉄パイプや竹竿で、めった打ちにし、頭などに、ガソリンをかけ、火炎瓶を投げつけたという。1972年2月27日、群馬大学1年生、当時21歳を、放火などの疑いで逮捕。1972年3月18日朝、群馬県庁前で、群馬工業高等専門学校2年生、当時17歳を、傷害、放火、狂気準備集合などの容疑で逮捕。4月6日、17歳の少年を、殺人の疑いで再逮捕した。1975年8月6日午後0時30分頃、大分県木津市なたの、なた海水浴場に停めてあった車を、覗き込んでいる不審な男を、巡回中の木津署員が見つけ、職務質問。持っていた紙袋の中から、新品の女性下着2点、1000円相当が見つかり、木津市内の代行ストアで、万引きをしたことを認めたため、逮捕された。氏名は黙秘したため、大分県警が、指紋を調べた結果、星野文明だと判明した。検察は、中村警部補の殺害について、大阪正明、星野文明、
荒川博也、奥宮間幸男ら、中核派の学生7人を犯人と特定。大阪を除く6名を1975年8月までに起訴した。大阪正明の家族。事件は大阪の家族に多大な影響を及ぼした。姉は退職を余儀なくされ、婚約も破談になった。事件が起こるまで大阪が活動家となっていたことを知らなかった父親は、大阪を感動した上で、実家にあった大阪の私物を全て焼却し、家も引き払った。東京になんかやるんじゃなかったと、後悔の言葉を口にしていた父親は、事件の数年後、亡くなった。1973年11月以降、大阪の消息は途絶えていたが、共犯者である奥宮間が、公判中であるため、刑事訴訟法第254条第2項により、公訴時効が停止した。2010年、殺人罪の公訴時効が撤廃され、捜査は継続された。2012年3月、警視庁公安部が、東京都立川市の、中核派非公然アジトを家宅捜索した。押収した暗号文書を解読した結果、大阪は中核派革命軍のメンバーであり、2012年2月まで、別の非公然アジトに潜伏していたことや、群馬県内の病院で治療を受けていたことが発覚。2016年1月、大阪が2007年から2008年夏頃まで、東京都北区の賃貸マンションにある中核派の非公然アジトに潜伏していた可能性があることが判明。2016年11月1日、大阪に300万円の懸賞金がかけられた。2017年5月18日、大阪府警が兵庫県内のホテルに偽名で宿泊した事件の関係先として、広島県の広島市安佐南区の中核派アジトを捜索。公務執行妨害で現行犯逮捕された男が、6月7日、DNA 鑑定により、大阪正明本人と特定、殺人罪などで再逮捕された。捜査員が中核派アジトに踏み込んだ際、大阪は呆然と立ち尽くしていたという。その後、水溶性の書類を浴槽で溶かそうとして、捜査員に体当たりし、逮捕された。また、アジトからは、警視総監や警察庁長官経験者、警察庁の局長や課長ら、100人程度の使用携帯電話番号や、自宅固定電話番号が記載された一覧表、盗聴器などが見つかった。中核派は組織ぐるみで大阪の逃走を手助けしていたとみられ、警視庁が2012年3月に東京都立川市の中核派アジトを捜索した際、逃走資金の詳細を記した収支報告書が見つかった。大阪が潜伏するため複数のアジトに一箇所あたり20万円を支給し、さらに逃走支援者に一人当たり年間250から300万円を支給。年間総額は3000万円程度とみられる。2017年12月8日、警視庁公安部は中核派アジトに潜伏していた大阪ら2人を逮捕した事件の関係先として、東京都江戸川区の中核派拠点、前進社と大阪市、広島市、福岡市などに所在する支社など、計5箇所、一斉捜索した。大阪の逮捕時、中核派アジトで同居していた、中核派活動家は、大阪をかくまった犯人蔵匿罪で逮捕、起訴され、大阪高裁は、懲役1年2ヶ月の実刑判決を言い渡した。大阪正明が、長期にわたって逃亡を続けられた理由。
大阪が46年もの間、逃亡を続けられた理由として、他人の身分証を借りたり、偽造して身元を隠し、潜伏し続ける。中核派 OB の中には、医者や企業経営者なども存在し、逃亡の資金援助をした。潜伏中の大阪は、救急搬送をきっかけに、身元が判明することを恐れ、逃走中は、食中毒などを起こす恐れのある食べ物は口にせず、偽名でインフルエンザワクチンの接種を、ほぼ毎年受けていたという。移動する場合は、支援者が N システムや、防犯カメラのない経路を下調べした上で、経路を決めていた。このように、組織を挙げて、緻密な計画を立て、潜伏を支援していた。大阪の潜伏先の家賃も、振り込みに使われていた銀行口座が、利用目的などを偽って、2016年7月頃に、開設されていたとして、2020年1月、広島県山形郡秋穂田町の、町議会議員と、中核派活動家2人が、詐欺容疑で広島地検に書類送検されたが、3月11日、不起訴処分となった。町議らは、知人男性に、東日本大震災で原発事故が起きた、福島の子供を支援したい。福島県の子供を支援するため、場所が必要と偽り、マンションの契約や、関連する銀行口座の開設を依頼していたという。大阪正明は、逮捕後の取り調べに、黙秘を続け、2017年6月に、東京地裁で開かれた、勾留理由開示手続きでも、名前を答えなかったが、2018年3月26日、東京地裁で行われた、第1回公判前整理手続きで、大阪正明ですと述べ、黙秘から一転、本人であることを認めた。裁判。2017年6月28日、東京地検は、大阪を殺人、現住建造物放火の罪で起訴した。弁護士は、容疑者は 100% 無実として、釈放を求めたが、警視庁公安部が、逮捕後に共犯者や目撃者ら、全国の100人以上の関係者に対し、改めて行った聴取では、大阪の逮捕容疑を、規定する証言はなかった。裁判員制度で審理される、最古の事件と目される一方、東京地検は、裁判員に危害が及ぶ恐れがあるとして、裁判員裁判の除外を請求した。2022年3月10日付で、東京地裁は、裁判員裁判の対象から除外する決定をした。2022年10月25日、大阪の初公判が東京地裁で開かれた。大阪は冒頭の罪状認否で、すべての容疑が事実ではないと述べ、無罪を主張。なお、星野文明の判決で、警察官殺害の現場で、大阪が、殺せ、殺せ、と怒号を上げていたと認定されているが、星野文明の控訴審では、5点にわたって、供述を訂正しており、その際、取り調べが厳しく、記憶にないことを言った、訂正するつもりで出廷したと証言。その際、供述調書で、大阪が、殺せ、殺せと、異様な声で叫んでいたとあったが、後半で、誰の声かわかりませんでしたと訂正。2023年10月19日、検察側は民主主義を暴力で破壊しようとした犯行で、反社会的で極めて悪質、他に類を見ない残虐で非道なリンチ殺人だとして、無期懲役を求刑した。2023年10月26日、弁護側は殺人などには一切関与していないと、改めて主張。起訴された5つの罪について、
完全に無罪だと述べ、決心した。2023年12月22日、東京地裁の高橋康明裁判長は、無抵抗の被害者を一方的に暴行した残虐かつ非道な犯行だとして、懲役20年を言い渡した。大阪側は、この判決を不服とし、即日控訴した。大阪以外の主犯格について、渋谷暴動事件に深く関与した、元中核派全学連委員長は、暴動を煽り、破壊活動防止法違反で起訴され、元中核派全学連委員長の裁判は、最高裁まで争われ、扇動罪は、言論表現活動のすべてを処罰するのではなく、政治目的の特定の重大犯罪の扇動を社会的危険な行為として限定的に処罰するものだから、言論、表現の自由を保障する憲法に違反しないと、扇動罪を合憲とし、懲役3年、執行猶予5年が確定した。奥宮山幸男は、1979年の一審で、懲役15年の判決を受け、東京高裁へ控訴中の1981年、精神疾患のため、裁判に耐えられないとして、公判停止になった。共犯とされた大坂正明が逃走していたため、控訴棄却、弁訴にはならず、36年後の2017年2月7日、入院先の群馬県内の病院で死亡、享年68歳。星野文明、荒川博也。1987年7月、最高裁第二小法廷は、星野と荒川の上告を棄却。星野を無期懲役、荒川を懲役13年とした、二審判決の刑が確定した。徳島刑務所で服役中の星野は、冤罪を主張し、再審請求を行っていたが、2019年5月30日、収容先の東日本成人矯正医療センターで、死亡した。享年73歳。今回の事件は、凶悪テロ組織の起こした、いつもとは違う、暴動、騒乱事件についてでした。この事件が起きた時代は、私の親も生まれておらず、事件が風化されつつあり、この事件を知らない、私たち世代が、中核派に言いくるめられ、入会するという、おぞましい現状があります。このような、凶悪テロ事件が、二度と起こらないためにも、過去の事件について、これからも、時折動画にしていきたいと思います。亡くなられた、中村恒雄警部補のご冥福を、心よりお祈りします。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録お願いします。